Their homes reflect who they are. Their lifestyles. Their taste. Their history. Today, we're waking up in another room in Japan. アンファです。29歳。東京の下町生まれのインドネシア人でフォトグラファーしています。Alpha uses her apartment to shoot fashion, makeup, and other creative content for her social media. As an influencer, she receives commissions from brands to create buzz for them.理想の内装にするための色塗りをしている段階とか、もう全ての時間が自分にとってこうお薬になった感じですね。すごいですよね、これ。あ、下から見たの初めてだ。一人の時間がこんなにも幸せな実感だったっていうのは、27年過ごしてて初めての感情だったんですよ。 You might even discover some lifestyle tips today. 私のルームスへようこそ。The apartment was built in 1993, and the size clocks in at 66 square meters. Inside is an office, one bedroom, kitchen, and a living dining room. Alpha, give us the grand tour! First,The kitchen. It's compact, but perfect for single living. This is the dining room. Alpha changed the wallpaper to quite a vibrant color. She sometimes turns the living room into a studio for photo shoots. This is the bedroom. The huge window sure makes the room feel quite big. It looks like Alpha put a ton of work into modernizing the toilet space. What's behind this curtain? It's the washroom. It seems quite unique. Next to it is the bath.What's this say? Boss's office? So this is where Alpha works. This is Alpha's apartment in Tokyo. Stay tuned for DIY tips for renters.ヒジャブは基本的にその日の気分でやっているんですけれども、やっぱその東京の街であんまり浮かない、ちょっと目立たないような格好にしたいので、結構落ち着いた色とか日本らしい色使いを意識しています。色別に、あとは生地の素材別に分けたりしてて、100枚はざっとあるとは思います。
ワンピースとか上品なファッションの場合はこういうサテンとかちょいツヤがあったりとか、あとは服が無地だったり柄物があんまりなくて寂しいなっていう場合は頭にこう柄を施すみたいな、そのバランスは考えています。ちっちゃめの冷蔵庫で収納もそんなに大してできないので、そこをこう空間を有効活用するためにここら辺は100円ショップで買ったもので、こう調味料とかをこう分かりやすく仕切りとかも入っているんですけど、こう見やすくするために使ってますね。あとはで自分がイスラム教徒で豚肉が食べれないんですけど、埼玉県にあるこのハラール肉を取り扱ってるスーパーがあって、そこに買いに行ったりしますね。あとはこう牛レバーとか結構珍しいラム肉、マトンのひき肉、多分一般の日本のスーパーでは売ってないような。朝もその食べ物も健康に気遣って、そういう栄養とかも考えている朝食なので、ヨーグルトとその日の果物とナッツを混ぜて食べてます。やっぱりこう日当たりとかもこの部屋良かったりするので、好きなアイドルとかの動画配信とかを見ながらっていうひとときはもう一日の始まりに欠かせないのかなとは思ってます。朝ごはんはプレシャスタイムですね。It seems that something big inspired Alpha to move here. この家は、およそ30年前ぐらいに建設されて、広さがだいたい60平米で、賃貸で暮らしています。ちょうどここがもともと姉が住んでいた物件だったんですけれども、姉がこう戸建てに引っ越すと同時に、まあ、いいタイミングだったのでここに引っ越すことになりました。Alpha lives in the Adachi ward of Tokyo. The neighborhood is called Kita Ayase. Kita Ayase is 50 minutes away from Shibuya by train. There are home centers and supermarkets there. It attracts single young people and couples with children. 閑静な住宅街で自然も豊かで地域の、コミュニティも十分に取れるすごい温かな街なので住みやすくて好きです。家賃は多分おそらくすごく安い方で、管理費込めて89,000円。角部屋なのでたくさん窓があって開放的なのと、かつこう南向きに位置しているので朝から夕方頃までずっと部屋が明るいので生き生きと暮らせますね。一日にイスラム教は5回礼拝の義務があるんですけれども、普段の生活でいう3食食事をするみたいな、あとはなんか1日1回お風呂シャワー浴びて体を清潔にするみたいな感覚で、礼拝もなんか心の整理とかそういうために、1日5回っていう決まりはあるのかなとは思ってます。なんか礼拝はこうあえてこう傾きを斜めにしてるんですけれども、その先にはそのサウジアラビアのメッカっていうイスラム教徒の聖地があるので、礼拝するときはそのこの角度を大切にして向かってやっています。この家だと間取りだとこの角度がそのメッカの方向になっています。
ここがもう食卓兼スタジオっていう風になってます。この壁を使って自撮りとかを撮ったりして映えるようにしていますね。これが今回の主役のファンデーションです。 PR 案件とか時々もらったりするので、商品を使いながら自分の個性をどうやって表現しようかなっていう時に結構それが楽しみだったりするんで、ファンデーションを引き立たせるような表現ってなんだろうって考えながらやってますね。探り探りで。あくまで自分はモデルというよりかはその作品そのものを作る側ではあるので、そう、自分にしかできないような表現をやっぱりやりたいんで。こんな感じにできるんですよ、遠隔操作は。楽しくなってきた。この布のひだとかもそのファンデの滑らかさと連携している感じがあってすごい好きです。あ、いいっすね。自画自賛。Alpha has lots of DIY tips to share.日本の賃貸は基本的にもうレイアウトが全部真っ白な壁であったりするんですけど、穴を開けたりとか色を塗ったりができないので、壁紙は貼って剥がせるツールを使って DIY をしています。そうですね、なんか糊がジャガイモのデンプンとかの成分を使ったものらしくて、水につけるとすぐにこう剥がせるようなタイプになってますね。あれ一回試してみたんですけど、剥がし跡もないし、剥がす時もこうスーって簡単に剥がれました。よいしょ。これがDIY に使っている工具たちが収納されている箱になります。壁に穴を開けてもそんなに目立たないような工具をこう重宝してますね。これは石膏ボードに刺すための工具で、ピンを使って差し込むんですけど、取った後も全然穴が目立たないようになっているので、賃貸とかにもおすすめなものになってます。こちらがお手洗いになります。これももともとは普通のこうタンク付きのトイレだったんですけど、タンク感を隠すためにこの発泡スチロールで作ったボードなんですけど、そこにシートを貼ってタンクレス風のものにしました。あとはこのテーブルがもともと無垢のただの木の素材のもので、そこからこうペイントで塗って二度塗りとか三度塗りして、鉢も100均で買って、でただのこう赤とかじゃなくてこう色を混ぜたりしてちょっと質感が出るようにしていますね。何パンクセットって、これ100円でパンク修理セットありそうでない感じですね。なんかなんだかんだいつも100円ショップに行くと生産の時に8000円とかだから、もう80点ぐらい買っちゃうってことですよね。危ないです、ちゃんと滞在時間決めないと。 There's a reason behind Alpha's passion for DIY.
両親はインドネシア人で、お母さんが結構かなりこう友好的な、あの人とのつながりがめちゃめちゃ大好きな人柄でもある関係で、なんかその自分のプライベートな空間っていうのがあまりない家だったんですよ。特にこうラマダンっていう、まあ、イスラム教の大きな大事な時期があるんですけれども、その時とかはもう家に100人単位で来てたりとかが本当に昔からの日常であったので、この家が結構広いので、まあ、好きなことでき放題やり放題なので、もう本当に人に会わず引きこもっているんですけども、それが別にまあ旗から見れば、まあ、かわいそうかもしれないんですけども、自分はそれがもう何よりも幸せだし、ここでいろんな作業したり、まあ、ダンスしたり料理したりっていうひとときが。There's one room where Alpha can especially feel at home in. こちらが、まあ、洗面所とお風呂のお部屋になるんですけれども、あの大浴場みたいな内装にしたかったので、カーテンはこのように湯にしました。そうですね、で私のこの家のインテリアのテーマがこの居心地のいい空間作りということなので、自分の好きな空間といったら旅行とかに行って疲れた後の大浴場のあの瞬間が一番リラックスできる空間だなと思うので、家の内装にも取り入れたらいいんじゃないかなと思って、あの間取りに関して全然おしゃれは求めてない、自分が心地いいかどうか。ほぼほぼ完成なんですけれども、ちょっと引っ越してからまだ一個作業してないものがあって、ここだけなんか生活感が出ちゃってるなっていうのが自分の中であって、扉を作りたいなと思っていて、銭湯の入り口にあるあの下駄箱の鍵を置いたら面白いのかなと思って、ちょっと作ってみようかなって思います。これからちょっと偵察に行きたいと思います。銭湯入ってからまず靴は脱いで、その靴をこの下駄箱にしまうのが日本の銭湯文化で、これが鍵になってます。最初これ子供の時に初めて見た時に衝撃だったんですよ。こう木の板が鍵になるんだっていう。でしかもこれを外しただけでこう鍵の役割を果たしてる。で入れただけで開くっていう。これをなんかこれ買ってみたはいいものの構造が分かんなかったりしたので、あの下から見たの初めてだ。こうやって押すとここがレバーが、多分このレバーがここに引っかかって鍵としての引っかかって閉まるようになってるんですね。なんかあんま表情には出てないんですけど結構感動してるんですよだからちょっとやってみないとわからないけど、なんとなくは分かった形で、早く帰りたい凄い見ちゃってすいません。いやいやいや、あそこに食いつく方あんまりいないね。あ、本当ですか、はい、すごくあそこにロマンを感じて、なんか銭湯入るとき楽しみじゃないですか、そこ。鍵が。初めてです。初めてです。結構立派ですけど、いつからやられてるの？創業は1943年で、一回火事で燃えちゃって、で再建して今の形になってます。
sofa, what's the motivation behind your home improvements? 褒められたことがないんですよ、私は幼少期の時から。こうどんなことがあっても、まあ、できて当たり前、できなかったら怠けているからのこの二択だったんで、やっぱ一人でできることこそなんかすごいみたいな、最悪わからなかった場合にだけ人に頼るっていうのが結構子供の頃からマインドとしてあって、なんか結構こう数年前に病気になっちゃって、適応障害っていう病気なんですけど、5年前とかちょっとした前の時はイスラム教とか知らない人にとってやっぱ自分が稀有な存在、なんか日本でムスリムとして生きてて、こうファッションとか新しいことを伝えるっていうのは貴重な存在なのかなとか思ってて、結構頑張ってたんですよ。偏った報道を払拭す、そのイメージを払拭すべく自分が代表として務めないとなとか、いろいろ思ってた時期があって、それを実際に活動とかに反映させようと必死になってた時期があったんですけど、それでなんか体がバーンアウトしちゃった時があって、で実家のその自分の部屋の中でもうただただ寝て過ごすような日々を1年間過ごしてたんですけれども、お姉ちゃん兄弟と相談した時に、アウファにはちょっとこう親と距離を離した環境が必要だよねってなって、ここに引っ越したっていう感じなんですけれども、もともとその実家がもう来客が常にいるような環境、まあ、自分の部屋以外は誰かしらいるので、なおさらこうヒジャブをつけないといけないとかあって、で自分としてこの安全な場所としての意識が実家にはなかった。でそこで気づいたのは、自分はやっぱりやりたいことが今までできてなかった。本当の意味でいかに自分がこういうことが好きなのかとか、改めて自分と向き合う時間っていうのがこれほど大切なのかっていうのは、一人暮らしを始めて2年経ってようやく感じれたことかなって。でその DIY とかその空間作りを通して自分の本来何が好きだったのかとかは気づけたっていう部分はありますね。一人の時間がこんなにもこう幸せな時間だったっていうのは、まあ、27年過ごしてて初めての感情だったんですよ。手を動かすこと、そういう理想の内装にするための色を選ぶ段階、過程とか色塗りをしてる段階とか、もう全ての時間が自分にとってこうお薬になった感じですね。ドキドキの瞬間、こうで、なんかお金とかそういう意味の自立というよりかは、やっと自分らしい場所が見つけられた。甥っ子の誕生日があるので、こうやってケーキを作ったりご飯を作ったり準備をしています。はい、いらっしゃいませ。大丈夫、いらっしゃいませ。子供何名様ですか？はい、いらっしゃいませ。チケットありますか？ありがとうございます。1名様、はい、はい、どうぞ。Alpha throws a family party at home a few times a year. For Alpha, this time is precious. 招待したのは私の両親とお姉ちゃんとその旦那さん、あとお姉ちゃんの子供4人、あとはインドネシアのいとこを招待しました。インドネシアでは家族のつながりを大事にする文化があります。クッキーとレ
ビット美味しい。ミニト。ラビット美味しいね。こっちだ。ポタンポタンすればいいよ。ここに私が引っ越す前はお姉ちゃんが6年間住んでたんですけど、もう全然もう違います。もうまず襖に穴が開いてたし、子供がいるからで全然もうこんなインテリアも別のマンションになったのね。だから一人暮らしいいことがいっぱいあるね。自分もちゃんときちんと掃除したりして、そしたらお金も音もね大事にして。普通はね、イスラム教だったらまだ結婚するしなんと、あの娘はね親から離れていけないのね。でも私アファちゃん信じてるから近いし、何かあったらあとお姉ちゃんもいるし。そうね、2年前はそれこそ本当にもう目の前のこう食べることとか衣食住を全うすることだけでももうエネルギーが枯渇するほどに疲れちゃったり、なんかもう掃除ができるとかさ、うん、その毎日の習慣ができるってところまで行くのがまず、うん、そう大変だったよね。まだ無表情の時に、うん、一番私の下の子が1歳かなんかで、うん、話しかけてもずっと無表情なのに、ずっと無表情、ずっとタントアウファーアウファーってずっと話しかけるんだよねそれでも無表情で本当にもう顔がもうなんか感情とかが全く働かないんで、その病気の時は。ドラマみたいな感じだったよね。もう電話越しでよかったねみたいなとか、何かあるためにこう電話来たりとか、辛くなったらいつでも電話していいんだよとか、うん、ね、うん。でもこんな元気になってよかったなと思って、まあアファちゃんが笑顔が状態が見ると幸せ、うん、笑顔で見ると、うん、それが一番私幸せ。What does this place mean to you, Alpha? 私にとってこの家はふるさとです。なんかもうふるさとのようなその迎え入れてくれる、どっか遊びに行ってる時、旅行してる時でも家のことを思い出すぐらいには、なんか自分はこの家が好きなんだなって思えるので、ふるさとにしました。